おはようございます。高田のバカゲーセン三方です。龍子龍子全部大会、プラス風木スクルト、あもう一丁やるかい。やるね、あんたの腕ならいい曲にしてるぜ。ラウンド1ファイト。待ってたぜ。ラウンド1ファイト。おーやめろ。じゃあさあ龍子やっちゃいますか。じゃあ龍子の件エントリーの方を締め切りたいと思います。じゃあ組み合わせ決まるまで今すればお待ちください。よーし、じゃあ龍子大会始めるぞ。そうか、ニコ生通らなきゃ。さあ、朝10時からの2時間に及ぶ、過酷な予選を通過したこの4名で行う決勝リーグトーナメント龍子の件、はい、初代龍子、4万人のですね、精鋭の中から選ばれし4名が、いやーすごかったですね。白熱した、熱戦を
やっぱり配信できなかったのが辛いっすね。いやー、本当にあの熱戦はね、また録画も撮れなかったんですよね。あ、ちょっと機材の調子がね、調子悪くて、じゃあ龍子の件始めたいと思いますが、あれ出ます？大丈夫だと思いますよ。そうすると何試合増えるんだ？どうなるんだろう。5になると25試合になるかな。 4試合だから今これが 1,2,3,4,5 12試合か。10試合になるだけか。ああ、まあまあいいか。いいんじゃないですか。じゃあ、じゃあ竹谷も入ろう。竹谷何だい、ミッキーとジャック。これ1です。1です。別にミッキーとジャックじゃなくてもいいです。これあれですか、あえてラスボスまで行って対戦を始めて、ミスタービッグも使えるようにする的なあれですか。いや、その時間はありましたね。余裕で。余裕でしたね。ええー、はい。そうしてるとなんと対戦でミスタービッグが出てくると。あれ10試合すぐ終わるだろこのゲーム。いや、終わりますよ。30分、長くても40分ですよね。はい、ニコ生の皆さんこんばんは。あ、こんにちは、おはようございます。龍子の県大会です。じゃあやっていきましょう。15もないんか。10試合だった。ああ、大丈夫。うん、じゃあまずユクトとフトリタアツシ、ブアツシ、数々の予選を、さあいいのかこれ。うん、もう5人でトーナメントってのもねえだろうと思って。すいません、変則的にさせてしまったようで。いや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 、大丈夫です。4人でもと、あ、リーグだったんで。まあせっかくだから余興です。これ余興、完全に前座です。前座、前座試合、前座。さあ、ジャックとジャック、まあ竹谷がいたこ入ったことにより、ジャックとミッキーしかいないところにロバートが入りましたっていうところ。そうですね、はい。まあ無策らしいですね、本当に。で、ワンピーガー、ワンピーガーの、緑のテリーが、フトニダブアツシ、ツッピーガーの青い、青い、あ、逆、青い、あ、青い方がフトニダ。今やられてしまった方が、さあ飛ばん、ユクトさんの緑のジャック。飛ばない空破弾で分かりづらいですね、色が。ええ、あ、パンツの方、そのズボンの方で見ていただければまだ分かりやすい。もう完全に早いからリーグ戦で終わらせちゃおう、はい、ちょっといろいろ待とうという、お、お、クワダン、クワダン、クワダンめくって、そして食べて、スライディング、うわー、スライディング、勝ったのはフトニダ・ブアツシ。さすがです、おめでとうございます。じゃあ水び、あ、み、ミツさんとケーム。お、水さんとケームさん。いやー、かん、ええ、はい、今日はジャックとミッキーとロバートしかいないっていう。ミッキー同士、ミッキー同士、ミッキー同士、まず潰し合いから。これはちょっとアメリカにもお見せできない。あーん、さあ、ローリングアッパー。今スリップダウンしましたね。スリップダウンですね。あ、スリーダウンでノックアウトですかね。そうです。あ、あ、ツーダウン。あ、寄ってました。あれ、テーマさん、これ、あれ、あーん、おっと、ワンダウン、取り返す。ワンダウン、取り返す。シャガッパが強い。あ、ちゃんと3ダウンで KO。 そうですね。もうミッキーって言ったらこれですからね。ただボクシングですからね。バトルクロード方式を採用して。バトルクロード。
スリーダウンでノックアウト。電撃。あーさあワンダウン。ワンダウン。もう小学生とか中学生はあー言ってるだけで面白かった。あーあーまたピヨってる。あーあーまたピヨってる。あーあーああ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 あさあ勝ったのは海ズミック。うるせえ。じゃあどっち行こうかな。竹庵と竹庵ゆくと。はい、リーグ戦じゃない方が良かったかな。はい、リーグじゃなかったな、もうな。だって8キャラいるのに3キャラしか出てない大会で。そう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 。もうなんかロボットが正義超人に見えてきた。さあ8キャラ、はい、このゲームで唯一投げがある敵キャラがジャクターナ。あ、そっか、はい、ないんだ他。他なのであのミッキーに関してはこの時は実は正義超人なんですね、まだね。あー、カラパンがない。まあ不思議パンチはありますが、なのでそういった部分で言うと近距離を考えるとロバート、ロバートとか、ジャック、あとは両高崎、ここら辺をうまく使っていくと投げ技がちゃんと使える。さあ待って、受け身とかね、ないです、ないよ、ね、ないです。あ、そんな投げが基本的にないゲームなので受け身システム自体がないです。さあ日曜の朝っぱらから無策するし男だけの流行大会。この後は、おっと、これ出しちゃうと食らっちゃう。しかしさあ上りジャンプキック。あ、お、お、ピヨってるよ。いい感じでピヨってる。はい、ジャックターナーはこの頃まだ必ずですねダウンするジャンプ技しか持ってない。さあ竹谷ロバト上り下り、上り下り、上り下りキックが非常に、あ、現役キャッチ入って竹谷勝利。おっと、これもしかしてロバートは結構いいキャラかもしれないですね。じゃあ次ゲーム太り台行ってみようか。あ、はいはいはい。じゃあゲームさん、さあ枠を開始して5分しか経っていないの、もう3試合終わったっていう。なんだこのゲーム早いな。さあ、無罪戦い、ケームミッキーと、ジャックターナーを使う、太り上がブラッツ。さあ空破弾。さあ膝。いやー本当にむさ苦しい爽やかな日曜日、東京は晴れております。雲一つない青空、非常にいい天気の中、この若干暗いゲーセンの中でむさ苦しい流行大会をやっている高田のバーバーゲーセン帝でございます。おっ、パンナックル、ローパン。さあこのね、ミッキーとジャック、ミッキーとジャック、ミッキー、ジャック、ロバートっていう、ロバートが若干こう見栄え的に良くなってるこの大会。そうですね、イケメンですから、ね、イケメン枠です。顎割れてますからね、はいはい、さあ、5番、5番、おお、5番が強い。デブが、デブが殴られて挑発、風船で挑発。ジャンプはさすがにミッキーの方がボクサーがジャンプしちゃダメだろ。あ、ストレート、ジャンプからガードして、このゲームは1回こけると、いやこれは危ないよ、これ際どい。どうだ、
上下さあゲームボクサーらしく分けていきましたね。ゲームがフトニタに勝利。じゃあ水さんとタケヤン、はい、さあ9分経ちました。枠を取ってから9分経ちました。4試合終わってます。もう9分も経ちました。1試合平均2分弱です。はい、これ確か全10試合でしたね。全10試合です。全10試合です。2分弱、20分で終わる計算です。なんと1枠で、5人のリーグが終わってしまうという。いつも枠を取り直すのに、今回は、なんとこんなすごい。これを5人でトーナメントしようって言ったからそんなもん一瞬で終わるわっていう話っていうか、もうちょっとみんなあれだったね、キャラバラせすればよかったね、あ、もう全然もうみんな勝ちですからね。みんな勝ちです、はい、そうです、当然です。当然です、はい、親指と人差し指を直角にして、はい、シュートサイン、これが基本です、はい、さあ、竹谷のロバートと、水ビッキーと。しかしこのロバートもですね、ちゃんと相手をめくるために、空中 D で後ろ蹴りを出してみたりとかですね、かなりテクニック的なところを使っていくので、ミッキーさん、ミッキーの方もですね、かなり勝利自体は難しいのかもしれない。この2015年真面目に流行を解説してるのはここぐらいという、いや、いいんです、いいんです。じゃあどうじゃ、人から何と言われるか忘れていいんじゃ、はい、ある意味正当ですけど、ある意味正当です、格ゲーです、はい、さあ、おっと、空対空ローリング、今ので前に出てしまった。今ローリングって言ってたように思うけどバニングでしたよね。そうですねこれなんかコンピューター的に あ、ビューコラム、生きてる、生きてるの、生きてる、生きてました。さあこれでタケヤントランプゲットですね。はい、さあ流行の検討ランプをゲットしました。ゲットです、はい、流行の検討でございます。あ、しかしですね、一瞬ミッキーがちゃんとジャンプで流行ランプをかわしたかのように見えたんですが、ダメでしたね。お、チャンス、チャンス、大パンチ。さあミッキーとしては極力距離を取っていきたいところですが、さあ投げて、さあどうだ、お、なんか怪しい。さあいい距離ですよ、調子に乗ってランプで締めようとしてるのか。あ、さあ幻影客、これ減った大中幻影客。さあこれで、しかしやっぱりですね、2勝が竹やん、お、2勝が竹やんだけですね今のところ。竹谷さんが一番勝利に近いのかなと。しかしこれじゃあどうしよう、いい、KM ゆくと行ってみようか。じゃあゆくとさんと KM さんでお願いします。さあイベントモードとかそんなもん必要ないっていう、多分もうあれですね、この大会が終わったらこの流行の件、今日動くことはないでしょうね、誰も対戦やんないでしょうね、これ真面目にやらないでしょうね、真面目にやらないでしょうね、はい、さあ見納めです。下手すると今日のこの人気度からすると、あの味方的に見納めの可能性が、なんか若干次のあの KOA、はい、流行の件全部大会、まあ今日その大会なんですけど、はい、でしかお目にかかれないんではないかと。夏ぐらいまでねえんだろうな、夏ぐらいまでないか半年はなさそうですね。まあ売っても安いんで倉庫行きですね、単純に。あの封印シール貼っときましょうという感じダメですよ、真面目に大会やりましょう。そうです、そう、さあユキとユキとのジャックと、ケムのミッキー、はい、そしてミッキーが取っている。そうミッキーはですね、ケンタのミッキーが基本的にジャンプの攻撃を基軸に、さあ、ピヨッタ、ピヨッタ、あ、ジャンプ攻撃を蹴りで落とせればよかったんですが、やっぱり厳しいですね。さあ、あれ流行はもうミッキーがもしかすると悪魔超人なのか、悪魔超人なのかな、
じゃあ次はどうしようかな。もう全部見たカードなんだよな。ミッキー・ロバートかミッキー・ジャックか。もうないっすね。ミッキー・ジャック、ミッキー・ロバートやっちゃいますからね。ロバート・ジャック。あ、やってきて。さっき俺やってきて。ユウ。あ、じゃあユウキとミキさんやりますか。あ、そうしましょうか。そうしましょう。若干あのユクトからそろそろ他のゲームやりたいオーラが出ているの で、ね、先にユクトを先に全部紹介して早めに、はい、ユクトさんを解放しましょう。はい、この1日にこんだけジャック使うのも結構そうですね、厳しいですよ。さあ、水ミッキーと、ユクトジャックとで、まああれですね、あの本当はクリアすると、ミスター空手と、はい、ミスタービッグ、あ、空手とビッグ、はい、が使えるんですけど、そうですね、まあ昔明星にはメモリーカードというシステムがありましてございました、それがあるとすぐ出せるんですけど、あれが昔ね大量に捨てましたよね。あ、結構今考えてもったいないですね。もったいない、はい、あれが今あればさあ、ユクト、ユクトの、やっぱりユクトさんは、なんだかんだ言うても、前回の KOA の流行版チャンプですよ。チャンプです。はい。チャンプ。やっぱりジャックを使わせるとですね、流行版のジャックに関してはやっぱりユクトさんすごいんですよ。だし、そこをかいくぐってミッキーがどうやってちゃんと近づいて自分のペースを握れるかというところが、まあ、この試合の見どころなのかなという部分ですね。まあ、というわけで、メモリーカードをお持ちの方いらっしゃいましたら、今ですね、カードまでいらっしゃるらしいです、はい、2人使えるデータ入ったやつ持ってるわっていらっしゃいます。いや、ぜひいらしてください。ぜひぜひお願いします。ぜひ。ただカードリーダーがないんだよね。あー、カードリーダーがないので、ミカドの科学力から大丈夫です。ね、結構めんどくさいんですよあれ。むしろなんか捨てる MVS 筐体をお持ちの方、カードリーダー付きの MVS 筐体をお持ちの方いらっしゃいましたら、ミカドまでお願いいたします、まあそうですよね、メモカ本体と一緒に売っちゃいます。そりゃ売っちゃいます。普通そうですよね。普通そうです。さあ、ミズビッグが1対1取り返して、さあストレートから、ストレートが、おっと、ジャックはパンチばっかり出していますが、まさかボクシングに付き合うのか。ちょっと待て、これボクサーよりリーチ長くねえか。長いですね。ボクサー手足短いな、おい。ただ、意外とですね、攻撃判定と見たときはミッキーがかなり長いので、なんか普通にボクシングですね、これ。これボクシングしてます。アバチャンバよか、これ。マホアラーだぞ、後ろに警察来てる。警察来ますよ。警察来てるよ。多分後ろの風呂車、それおまわりさんですね。あ、おまわりさんです、はい。あ、上から植木鉢も気をつけて。上から植木鉢。もうこれ何ゲー。アーマーチャンピオンです。100メガ食アーマーチャンピオン。おっと、そうこうしてるうちに残り時間が10秒ですよ。あー、あー、アーマーチャンピオンで飛び道具。さすが100メガ。残り100メガショック。残り3秒、2秒。アマチャンピオンでキック。最後スーパードロップキックを狙ったかのようですが、さあジャンプキック。さあ、ミズビッグ勝利。お疲れ様でした。ゆくと、試合終了です。じゃあ、タケハフトニタ。あ。さあ、これでタケアン2勝のフトニタが、1勝1敗、そしてミズビッグが2勝1敗、となっております。あとケイムも2勝1敗ですね、なのでさあ、タケアン・ロバート、唯一のロバート、まあ他、ジャック・ジャック・ミッキー・ミッキーっていう、あ、あ、リュウ・コラム見ちゃった。さあ、さすがにこれは
さあ、竹谷、流行の剣トランプ2枚目ゲット。さあ、1-0 でスタート。さあ、飛ばないクラッチシュート、そして蹴りで落として挑発。おっ、幻影客、やばい、竹谷が仕上がってる。さあ、フットニダ挑発して、おっ、スーパードロップキック。さあ、まだあるよ。さあ、当たった。さあ、フトニアブラッチ取り返す。ファイナルラウンド、さあ、ファイナルラウンド。さあ、ドロップキックから投げて、おお、なんかよくわかんないぞ。さあ、上り下りが当たって、さあ、座れた。さあ、残り削り、幻影客、あ、削り切った。さあ、いや、まだ分かりませんよ、ま、これで KM さんと竹谷さんがやって、いや、これ KM とミッキーやって、ですね、あ、そこか、うん、水と KM、 水と KM、 これで水さん、あ、水と KM やってるんだな。ここは、竹谷 KM、 竹谷さんがやってないのって誰だろう。竹谷 KM やってないね。あ、やっぱり、じゃあこれで KM さんが勝つと、三勝同士で決勝です、ね、決勝なので、じゃあ消化試合いきますか。太にたと水、はい、行きましょう。はい、消化試合です。はい、はい、やっぱり出ちゃった。リーグ戦の消化試合、そんなこと言わずに最後の流行の剣の大会を楽しみましょう。最後の、あ、最後じゃない、最後じゃないよ、そうですね、半永久的にないだけです。さあ、さあ、飛ばないクラックシート。テリーカラーないのね、こっちだと。流行の剣だとテリーの色があるのに。さあ、ミッキーロークとジャック・バウアー。ジャック・バウアーだっけ。ジャック・ターナーじゃなかった。ジャック・バウアーってなんか24時間動いてる人じゃない。超いい勝負してません。あー、めくった、ケツ、腰キック。ラウンド2、そう、画面端にいないとね、きついですよね。さあ24時間戦ってるジャック。スライディング長い、スライディング、うわー、でも攪拌、いやー、猫パンチ。ジャックはなんか、あー、めくった、あーん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 。さあ、セクシーボイスが鳴り響く。さあ、午前中の休日、午前中の見方、あ、午後か、一応午後だけど、昼ぐらいだといないんですよ、日曜日、人昼下がりの上手。あー、昼下がりの上手。あー、さあ、ウトリだ、取っていく、やる。さあ、やっぱり水さんはビッグが良かったのかな。さあ、そして、じゃあ最後、決定戦、ケイムと竹谷。ここでですね、竹谷さんには申し訳ないですけど、竹谷さんにはぜひ取っていただきたい。なぜならここでケイムさんが取った場合、もう一回ですね、すでに今日何回も見てきたミッキー対ロバートをもう一回見ることになります。もういい。さあ、はい、竹谷が勝つと、竹谷ロバートが勝つと、マヨラズ優勝、そしてケイムが勝つと決定戦、もう一回竹谷とやると。はい、これ決定戦って、また多分、まあ絶対この組み合わせじゃないですか。キャラ替えしません。キャラ替えします。これもし KM さん勝って、まあとりあえず KM 勝ってという、まあまず、勝ってから考えよう。勝ってください。さあ、あお、昇降剣を使わざるを得ない。まあパッチで潰れますからね。結構出がやっぱり遅いので、ただミッキーの場合ドビドビで取ることも間に合わない。わあ、 KM さん取りましたよ。おやれるのか。おっと、これは決定戦持ち込むのか。
さすが。さすが。このですね、一発ホームランを打つという打席に立った瞬間、KM さんは強くなりますね。さあ、今やもう何勢だか分かんない、モイプロ勢。ウィズ、モイプロウィズ、何々勢。モイプロウィズ、何々勢。何勢が入りますからね。基本はモイプロです。まあ、ウィズスーパーモンキーみたいな、そんな感じですね。今ですね、ロバートが地味なテクニックを出しまして、ちゃんとヒエシップ逆2発目ガードさせて硬直に投げるというですね、画面端じゃないと決まらない地味なテクニックをきっちり使ってきましたね。さすがです。多分天地陣やりまくってるんでしょうね。おー、すごい。呼んでいく。さあ、ビヨっているところを蹴って、さあ、竹谷、これは、お、三角飛び、ちゃんと三角飛びで超えましたね。あ、なんで挑発、隙が長い、完全に挑発。逆にもしかするとですね、はい、これだけ体力差があると次のラウンドに持ってった方が集中力が、あ、そうです、はい、その方がいいかもしれないですね。さあ、ここで最後の、まさにここが正念場です。 KM さんはここで勝てれば、優勝決定戦に進める。さあ、現役、ここは我慢。そうです、そうです、そうです、そうです。あれ、最後の残り金に当たっても全体ヒットするという、はい、さあ、バーニングアッパー、やるならローリングアッパーで足元狙うしかないんですが、 でも竹谷さんにもやそれ狙ってジャンプしてますからね。さあ、ローブロー、ローブロー、ゲームさん、いいぞ、いけ、さあ、勝ってくれ。こんなに流行シリーズでミッキーを応援するのは初めてだ。さあ、ミッキー頑張れ。ミッキー頑張れ。ミッキー頑張れ。相手は絶対飛び込んでくるところ。さあ、そのアッパーで落としてくれ。アッパー、ああ、やばい。さあ、逆に竹谷さんはここをしっかり取れれば。さあ、これ7秒6秒、ああ、おお、さすが、打席に立てば強い男 KM、 しっかりと逆転丸いホームランを決めていった。じゃあ再戦ということで、はい、どうします、決勝のルール、もうこのまま行きましょう。あ、もう行きましょう、もう始まってますか。じゃあ、KOA 流行の剣舞門決勝戦始めたいと思います。1P 側が竹谷さんのロバート、 2P 側が KM さんのミッキー。はい、はい、龍虎外伝動いてますよ、さあ、次は龍虎外伝です。さあ、決定戦、そしてですね、3勝1敗、3勝1敗ずつの戦いですね。竹谷さんは逆に言うと、ついさっきまで今日負け知らずだったというところです。そうですね、そこに唯一土をつけたのが KM さん。さあ、さあ、この大会が終わったら龍虎外伝です。さあ、なんか龍虎外伝もこれと同じような匂いを感じますが、これと同じような、なんかボクシング的な要素ですけどですね。さあ、おっと、残り時間で逃げ切れるのか。おっと、 KM さんがしっかり取っていく。いいぞ、はい、オリエンタルランドからの使者ミッキー。さあ、竹谷さんがですね、記録管理をしっかりできて、龍虎乱舞をちゃんと話すことができれば十分チャンスはありますよね。さあ、先にリーチを取ったのはゲーム、そして、今日は、この後龍虎外伝、外伝がありますね、風目白録、はい、そして龍虎2ですね、龍虎2ですね、龍虎2です。さあ、おっと、これガードしづらい。さあ、なんとか P で落としていて、ピヨったけど、さあ、ワイラー、ワイラー、ワイラーと、次もなんかこんなオリエンタルランドからの死者みたいな感じの戦いになると思うんですけど、ほんと、さあ、これロバート、今まで好調でしたが、あ、今リューコランブを使いましたよ。今のボディは多分そうです。あー、リューコランブ、これはどうなる。さすがに終わった、決まった。さあ、ワンラウンド取り返した。さあ、本日3枚目のリューコのケントランプゲットです。もう遊べないようにキングだけ抜いてやろう、ええさあ、まあ、龍虎のケントランプで、あの、はい、裏面だけ龍虎の剣のロゴが入ってるだけですからね、あれ、ただの100円ショップレベルのカードですからね。あ、ただジョーカーが、あの、あれですね、すごいすごいゲームを持って帰ろう仮面が、あ、なるほど、さあ、で、落としていく。1-1決定戦。さあ、これ勝った方が龍虎の剣の覇者。さあ、あーんと、セクシーボイスが店内に響き渡る。まだ昼間ですよ、昼間ですよ。うろー、う
アーリングしっかり当てていく。さあ挑発へ、相手の記録を減らしていくが、ピヨって、ね、あの通常までのダメージを食らってても減らすべきでしょう。わー、上り下りと、バキアンさんの二段蹴りです。さあ優勝したタケアン、おめでとうございます。じゃあはい、やった、ヒヤヒヤした。はい、はい、優勝したタケアンです、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですかこのゲーム。最高っすね。いいっすね、もう最高っすね、本当に。今日一番、うん、一番ベストバウト的なのは、ベストバウトはやっぱり最後のケイムさん の、ケイムさんの、そうですね。あ、いいですね。まあそれで、え、やってたっけタケアン。まあ前大会やった時は出て、まあてか帝に来てる人間結構触ってるもんね、流行触ってたと言っても触ってたと言ってもみたいな。まあ上り下りのジャンプキックが見つかったんで、その時まあその上り下りジャンプキックでたまにめくりみたいな、そんな感じになるっていう。さっきのでもミッキーには上りキックを当てても、下りキックを当てる前に立ち着パンチが確定しちゃうんで、それでこのゲーム倒れたらピヨリ判定がめちゃくちゃじゃないですか。なんでそこでピヨってたらさらにきつい話試合になるんですけど。さあなんですか、なんですか。いやもうなんかあれ、はい、あれ竹谷の後ろのあるモイプロの方にしかコメントが言ってないのが笑えるんで、あ、うん、ね、まあ、あれ面白いですよ、あれ面白いですよね、はい、あれ面白いです。あ、ケイムさん強いらしいですよ、あれケイムさんね、ちょっと頭おかしいの。あ、尊敬してます。はい、ケイムさん最高っす。最高っすよ、本当に。というわけで、何の話。じゃあ俺が流行ワンの、優勝、うん、優勝者、You are champion。 いつでもかかってこい。でも撤去するんですかね。あ、お前ら流行の剣腕をやるのだ。俺がアートオブファイターだ。完全に言わされたが満々ですね。さあ、この後は、流行の剣外伝ということで。流行外伝ですね。はい、参加者が、はい、